ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。こう書きます。今日は2024年2月の20日火曜日です。今日も3冊シリーズのからお送りしたいと思いますが、今日の3冊シリーズの第2弾は永六輔のお話供養というね、永六輔さんと絵を描かれている東神原、これは何て読むんですかね、お日柄が降ってない、東神原さんが描かれた、文と、絵で構成されているものであります。お別れした大切な人のことを思ったり話したりするのは供養の一つですというんでね、今日は生きることを愛した達人淀川長治さんというね、の話を読んでいきたいと思います。前回はね、渥美清さん、下町の品性渥美清さんというね、今日は淀川長治さんです。自分の誕生日を祝うのは間違っている、そう淀川長治さんに本気で叱られたことがありました。淀川さんはテレビ番組の映画解説者としてお茶の間の人気者でした。もともとは映画の友という雑誌の編集長で、その時若い読者を対象にした会も主催していたんです。高校で映画研究会を作っていた僕はすぐ参加して淀川さんと知り合いになれたのです。イラストレーターの和田誠さんも読者の一人として顔を出していました。そのうち僕ら3人の誕生日がたまたま同じだと分かって、4月10日の会を作り、時々3人でお茶を飲んだり映画の話をしたりしていました。ずっと後になって、シンガーソングライターのさだまさしが、僕も4月10日です、それでこの会は4人になったわけ、ある年の誕生日に大先輩の淀川さんにご馳走しよう、僕が言い出して淀川さんの家を訪ねたんです。そしたら、誕生日に一番大変だったのは産んでくれたお母さんでしょ、だから誕生日というのはお母さんに感謝する日なの、ご馳走する相手はお母さんです、もし亡くなって誘えないならお墓参りに行きなさい、そんなこともわからない奴らと食事なんかしたくない、淀川さんは真剣な顔で叱ったの。すみませんでした、お説教ごもっとも、引き上げました。初めて淀川さんにご馳走になったのは僕はまだ学生の頃です。某放送局の食堂でステーキを注文してくれた、これが硬くてボソボソ、 A 君、自分でお金を稼ぐようになったら横浜のニューブランド、ホテルに行って同じステーキを注文しなさい、どんなに違うか分かるから、なかなか切れないステーキと格闘している僕に淀川さんは目を細めて笑いながら言ったの。これはこれが淀川流の教育、あの人は何でも一流が好きなの、世界一だったらなおいいんです、はっはっは。一流のものならクラシックからボクシングまで世界一強い人、世界一おいしいものに目がありませんでしたね。映画を見る前に歌舞伎を見なさい、寄せに行きなさい、一流のものなら何でも興味を持ちなさい、淀川さんは若い僕らによく言っていました。さらにすごいのは、一流のものを理解するためには最低のものも見たり食ったりしなければわからないと教えてくれたことです。ご本人はそれをちゃんと実践していた、そう実践していたんです。もう一つ忘れられないのは、淀川さんの朝起きた時唱える言葉、目覚めたいとこの中でまずその日の日付を言う。例えば2012年の10月10日だったとすると、その日付を声に出して唱える。10月10日今日という日は1年に1回しかない、今年の今日は一生のうち1回しかない、だからニコニコしていようと自分に言い聞かせる。こうした生き方がどんなつまらない映画でも光るものを見つけて褒める姿勢につながっていたのかもしれません。もちろん淀川さんを批判したり悪く言う人もいました。イラストレーターで映画評論家でもあった
野口久光さんもその一人、物知り顔で困ったもんだと淀川さんを評していましたね。でも二人は同じ世代で仲が良かったんです。淀川さんは編集者とか映画評論家とか一口で喋れる人ではありませんね。好奇心を全開にして生きることを愛した映画好きのおじさん、そして話術の名人としても一流でした。41年テレビ番組史の一行を飾る日曜映画劇場が始まり、開始から史の前日まで解説者として32年間あふれる映画愛を持ってその素晴らしさを説き続けたあの名セリフ、さよならさよならさよならは永遠に平成10年逝去、去年89。はあ、長生きしておられますね、淀川さんね。まあ淀川さんのあの映画の解説聞くとね、まあ分からなかったとか知らない視点とか、あ、こういうこと、こういう見方があったのかというのね、もう本当楽しみでしたね。それで、淀川さんが、いろんな映画を好きと言われましたが、時刻の黙示録はなんかいいとかね、それとか荒野の決闘などね、も挙げておられましたんでね、いやー、淀川さんの解説、映画解説聞きたいですね、本当ね。さよなら、さよなら、さよなら。今日もそういうことで、それをさよなら思い出しながらね、みやちゃんも今日は終わりはこれでやはり締めたいと思います。さよなら、さよなら、さよなら。ごきげんよう。